あ、すごいレアですからね。ここでありましたね、V5 ね。天元。天元から出てるんですね。ああ、同じような感じですね。グリンド・ストーマーっていうんですね、妖名は。はい、やってみましょう。天元。天元外食船ですね。はい、V5 ですね。はい。トアプラン。94年に発売されたんですね。おお、すごい。あ、これもう、いや、これはいいですね。全然違和感ないですよね。アーケードとあんまり変わらないですよ。クオリティ高いですね。いや、このゲームって有名なんですかね。僕全然ね、そのファイトっていう番組見てなかったら全然知らなかったんですけどね。あ、やられた。難しいな。あ、でも全然出来はいいですね。まさか探してるゲームが見つかるとはで、ね、すごいっすね。これね、メガドライブでレアですからね。タイトルは知ってたけどね、まさかこのゲームだったとはというね、感じがします。いや、これは面白いわ。なんか敵の弾速いな。敵の弾が速い。やばいやばいやばい。何もあれか。あ、でした、なんか。おお、なんや、びっくりした。やっぱね、メガドライブってシューティングの移植度が高いですよね。まあ、ディムは全く同じですね。あら。はい、コンティニュー。どっから始まるかな？あ、途中からや。やばいやばいやばい、めっちゃ弾速いな、これ。敵の弾が。いや、これライデンとかより全然面白いですよ、これ。ライデンとか、武者アレスタとかと比べたら全然こっちの方が面白いですね。これ一面のボスですね。やっぱ2機出てくるんですね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。一面のボスにしては強すぎでしょ、これ。はい、一気倒しました。やばい、ああ、やられた、惜しい。惜しかったな。もうちょっとで倒せそうやったけど。なんかアーケードよりこっちの方が難易度高い気がするな、メガドライブの方が。おお、びっくりした。これほぼ完全移植じゃないですか、これ。
だからこあれですよ、クオリティが高いからレアなんでしょうね。これでもコンシューマーで予測されるぐらいだから、おそらく人気があったゲームなんでしょうね。ああ。はい。いやね、今後ね、このレトロクエスト、あ、バリアついた。レトロクエストのですね、実況プレイは、とりあえずね、一通り一機ずつね、プレイしてみたいと思いますんで、次回からはね。ああ、そう、バリア一気になくなったやん。ああ、むずい。いや、これ、アーケードの方がまだ優しいんかもしんないな。完全にこれ、あれやんか。メガドライブの方が難しいやん。いや、もうやられるな、これ。やっぱり。はい。いや、一面のボスでこんなに手こずるとはね。うわ、あ、これクレジット数限られてるんですね。ゼロになっちゃった今。おお、これ横のやつで倒した方がいいのかな。横の光線で、とりあえず避けることを専念した方がいいな、これ。攻撃することよりも弾を避けることに専念して、だから避けることに何かを集中することですね。その方がいいですね。よしよし、いけそうな感じやな。あぶね。あー、まさか。もうちょっとで倒せたのにね。これもう最後の残機ちゃうの、これ。いや、2面が見たいですね、メガドライブ版の。あー、しまった。真正面にいるのがダメなんですね、あれね、多分ね。いや、さっきアーケード版でこれ1面のボス倒したの奇跡やったんかな。めちゃめちゃ強いやん。あぶね。あー、むずい。いやー、きついね。コンティニューなくなっちゃいましたね。はい。ちょっともう一回やりましょう、もう一回。はい。いやね、いつもだったら僕ね、いろんなゲームをやりますけど、一回コンテニューがなくなったらそれでゲームやめてると思うんですよ。でもこのゲームはやめないですよ。それだけ貴重なね、
もう僕がやりたかったゲームなわけですから。しかもやっぱね、めちゃめちゃ気に入りましたからね。いや、今度はなるべくね、ボスまで死なずに行きたいですね、一面のボスまで。あー、しまった！ボスまで死なずに行きたいと言いながらもやられちゃいました。でも面白いですね、やっぱりね。これはもうね、名作ですよ、もう僕の中では。あー、しまった！これ完全にアーケードよりこっちの方が難しいんちゃうのかな。そんな気がするな。この弾が結構避けにくいっていうかね、一面全く進まなかったよ。全く進まなかった、おい。いや、このバリアは完全にあれですよね。サービスですね。あ、食らっちゃった。もうバリア持った状態でボスと戦えたら勝てそうですけどね。このバリアはなんかダライアスのバリアに似てるな。ダライアスのバリアってこんな青い感じですからね。これ中ボスですよね、これ。うわ、早っ。めっちゃ早いな、これ。あ、やられた。うわぁ、きつい。これ一面からめっちゃ難しいな、このゲーム。でもなんか、やっぱりちょっと、達人になんか似てるんですよね。ああ難しい。ちょっと待って、ボスまでも行けなくなってる。はい、バリア取りました。完全にサービスですよね、これ。この敵もめちゃ硬いんですよね。めちゃめちゃ硬いんですよ。あー、なくなったバリア。ボスかな？ボスが来ましたね。これね、横から来るね、弾に気をつける感じですね。正面に飛んでくるミサイルはね、あー、でもきついな。正面に飛んでくるミサイルは、あんまり気にしなくていいって言いたかったんですけど、やっぱ気にしなきゃいけないですね、あれも。なんかこの赤い弾は、なんか誘導に近いからな、余計に来るんですよ。安全地帯みたいなもんなさそうやしね。これ後ろにいても後ろに飛んでくるよね、これ。あ、やっぱ飛んでくるよな。
もうこのなんか、あーかん、なんでや。あーもう最後のクレジットですね。うわ、スペシャル出ましたけどね。これでもう倒せないと、倒せないと思った方がいいな。こんなチャンスはないですよ、もう。はい。さっきこれがあったから、だいぶ追い詰められたような気がするんですよね、一面のボスは。やばいやばい。あー、食らってもうた、2発ぐらい。やばいやばい。あー、惜しい。いや、これもう無理ですよ。いや、もうこれ勝てないと思いますよ。バリアないもんね。これメガドライバーのがむずいですね、アーケードよりね、これ絶対。1面もクリアできないもんね、アーケードは2面までいけたから。こっちの方が断然むずいと思うわ。うわ、怖っ。あー惜しい。結構倒与えたけどな。いやー、メガドライバーの2面見たいですけどね。これもう最後ですね。クレジットもこれ最後ですし。いや、難しいわこれ。ダメだこれ。はい。これ一応セーブした方がいいかな。でも一面やもんな。結局はいいや。はい。ちょっともう一回ね。